立てば羽音と鋭く風を切る、トベットエールを送ろう、優美なる秘書エールゴアの橋口調教師です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トースポウェブをね、ご覧の皆さん、前回、もう確証を期したインタビューでしたから、僕が代表して今から先生を叱りたいと思います、はい、ほら、どないなっとるんじゃ。申し訳ありません。いや、もうやっぱりでもスタート、はい、ゲートに尽きるんでしょうね。そうですね、やっぱ展開的にもあんまり合う展開ではなかったんで、うん、まあ、でもよく頑張って2着来たなと思いますね、その中でね、はい、自分の競馬ではない中での。そうですね、はい、やっぱ底力を感じましたけどね、うん。勝ち馬が、はい、今回出ませんけれど、はい、あと勝ち馬とってエールゴアがスムーズな競馬をしてれば、はい、あんなに楽な競馬にはさせてませんね。まあ、そうですね、勝ち馬にとったらすごい楽なレースになっちゃったんで、まあ、強かったですけどね、うん、はい、まあ、勝ててるかどうかは別として、はい、まあ、もっと際どいレースもうちょっと差は縮まったかなとは思うんです、うん、はい、まあでも普通にやってれば勝ってるんでしょうね。今度はそういうわけじゃないか。さすがに大箇所ですからね。まあ、でも見てください、これね、この間ちょっとこう前髪ずっとね、くくってる感じでしたけど、はいはい、今日はちょっと洗い場でですから、前髪下ろして、ね、迫力もあるし、べっぴんさんやっていう、本当にいい顔してるんですね。グラマラスでべっぴんさんって、もうちょっと男としてはたまらん感じになってます。モテると思います。今回、外回り1600、はい、距離が短くなりますけど、はい、まず1点、距離はどうですか。まあ、距離も僕はあんまり気にしてないですけどね、うん、はい、やっぱり長いところがいいというイメージは皆さんあるかもしれないですけど、僕、うん、戦力でも特に阪神の外回りの戦力なら、うん、いいレースできると思います。今言葉ありましたけど、外回りならじゃあ外回りはより良いと。そうですね、やっぱり体も大きい馬で、うん、飛びも大きいんで、まあ、この間のやっぱり中山の小さいコーナーでもやっぱりちょっと走りづらそうにしてる感じは見受けられたので、うんうん、まあ、大きいコーナーの方が、はい、まあ、走りやすいと思います、はい。それで今度は、まあ、ゲートなんですが、スタートは、はい、前走は何か原因つかめてるんですか。いや、まあ、前走でも全然出てはいるんですけど、うん、その後、はい、そうですね、うん、はい、まあ、ちょっとこう他の馬に寄られたところもありましたし、本来、うん、はい、別にゲートも見回しも問題なく、はい、そうですね、まあ、一回使ってピリッとしてくると思うので、うん、ゲートもこの間より出ると思います、はい、じゃあ、まあ、心配ないですね、その辺は。まあ、でも、もともとそこまでゲートが速いまではないんで、はい、まあ、逃げて勝ったりはしてますけど、うん、まあ、でも、ある程度流れに乗って、前目の位置で競馬したいかな、はい、そうですね、はい、まあ、大箇所戦力の阪神ならということでしたが、はい、実際問題はオークスの方がより良さが出そうな、うん、まあ、そうですね、まあ、東京も合うと思いますし、うん、まあ、そうですね、まあ、今年の牝馬の相手見て、うん、やっぱりそのマイルが得意じゃないかなという馬が多いと思うので、はい、うん、まあ、そういう意味では相対的に見たら、ああ、そうか、はい、相手が少し考えれば、はい、まあ、そのちょっといいかな、チャンスはあるかなとは思いますけど、まあ、それはもう能力自体はエルボア自身はそんなに能力に、まあ、僕らも前走でやれると思ってるんで、はい、まあ、前走が非常に強気で締めていただきましたんで、はい、だからといって今回いきなり弱気になったら勝者もう、はい、何やねん、前走の強気何やねんっていうことになるんで、はい、最後にエールボアファンが喜ぶような言葉で締めくくってください。そうですね、まあ、さすがにちょっと大箇所で G1 で前回のように強気っていうわけにはいかないですけど、まあ、それでも一回叩いて上積みもあると思いますし、コースも合ってますし、まあ、馬自体の能力もすごい高いと思ってますので、まあ、僕は大箇所でもやれると信じてます、はい、皆さん応援よろしくお願いします。エールゴアの橋口調教師でした。ありがとうございました。ありがとうございました。